皆さんこんにちは、ヒデ石川のブルース&パンクギター講座、今日はですね、バッキングですね、ブルースのですね、バッキングバリエーション、ご紹介していきたいと思います。ですね、ブルースのバッキングはですね、シンプルなものたくさんあります。で、これからですね、前回ご紹介しましたありますね。さらにここからですね、もう少し広げてみたいと思います。ですね、まあ、今もキー G ですけども、セブンスですね。ここでですね、小指を使って、2弦の、6フレット、それから2弦の5フレット、そして普通のこのセブンスですね。この3つの音で、いろいろできますね。これはですね、この音と同じですね。しかしですね、複数の人がギターでいる場合、特にセッションなんかは、いろんな人がですね、参加してですね、ギターの人3人になったりもあります。そんな時にですね、このフレーズをですね、みんなで弾いてしまうというのもちょっともったいない気がするので、ぜひですね、そこでバランス取ってみてください。さっきのですね、ハマリングをですね、組み合わせながら、これですね、いわゆる普通のですね、セブンスのこの押さえ方で使えますので、非常に便利です。いろんな場面で使えます。あとこれ今ブルースですけども、ファンクのですね、例えばチキみたいなね、ああいう曲とかでも使えますんで、ぜひ試してみてくださいみたいな感じですね。こういうアプローチもありますので、ぜひいろいろ試してください。2弦のですね、セブンスの音、6度の音、そして戻す、この3つの音ですね、ぜひ応用に使ってみてください。それではまた会いましょう。グッバイ。